三つの時刻は、三好明の男性合唱組曲。作詞は、丸山薫。早稲田大学グリークラブの移植により1963年に作曲され、同年12月7日の同団第11回定期演奏会において初演された。四季イコール石丸博、ピアノイコール渡辺敦史。三千にとって、初めての男性合唱曲であり、決してミリから外へ出ることのない。 抑制された感情のために響く、そんな男性のイメージを持っていたとして、混声合唱や女性合唱との響きの違いを意識している。とはいえ参前自身も、本当にどうやって書いていいのかわからない、男性合唱曲でした。と述べている。丸山の詩を選んだのは、高校時代の私は率直な共感を持っていた。作曲時の私は、その率直さを大切にしようと心がけた。 としている。合唱パートの処方には、その後のそれにつながるものがあり、また、ピアノパートは、5つの動画のピアニズムに通じると思う、と3000は述べる。早稲田が、3つの時刻を移植した、同年度に、慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団は、マミヤヨシフに、合唱のためのコンポジション3を移植していて、大学の合唱団の歴史の中で、 画期的な年だったと改めて思います。性格の違うものでありながら、共に男性合唱の新しい可能性を切り開く作品でしたと、関谷進むは表している。しかしながら、三つの時刻は初演後、再演の機会に全く恵まれなかった。その理由は、初演時のピアノパート譜がなくなってしまったためであり、幻の名曲とまで呼ばれていた。その後、 田中信明が自宅に保管していた初演時のモノラルレコードをもとに小沢幸、沼尻隆介が財布する作業を行い最終的には三前自身が音を定着させ復元版が完成した。復元版は1986年12月6日合唱イコール法政大学アリオンコール四季イコール田中信明、ピアノイコール田中陽子によって初演された。復元版は 翌年に、河合出版から出版されたため、ようやく他の合唱団にも再演の道が開かれた。全3曲からなる。3曲全体でも6分ほどの凝縮された作品である。バラよ午後末よ1987年に、河合出版から、路標の歌との合冊の形で出版された。その後分冊され、2019年現在、受注生産となっている。ありがとうございます。